皆様こんにちは、リアム・アレクサンダーでございます。ということで今回も MLB ショー17の実況をやっていきましょう。今回はですね、こちらの2試合やっていきたいと思います。早速いきましょう。難易度についての説明をいきなり飛ばされて、難易度についての説明を上げている動画がですね、一本前に上がっていると思うんですけども、ちょっと今自分で確認したんですけどもね、ちょっと11分長いね。申し訳ない、ちょっと分かりづらかったね。もっとまとめればよかったんですけどね。非常に分かりにくい説明になってしまいましたが、なんでしょうね、まあ、なんでしょうね、申し訳ないですね。なんかね、上げるかどうかも迷うんですけどね、すごい、ね、まあ、上がってると思います。少しでもね、分かっていただければなということで、まあ、見なくてもいいんでね、もう難易度も分かる方は見る必要もないので、こちらの本編の方をぜひね、お楽しみください。やっていきましょう。前回4割に落ちてしまいましたので、しっかり、1試合1本ね、最低でも1試合1本結果残していきましょう。風追い風だね、いいね。走ってるのに、落ちろ、よっしゃ、ホーム行かない、OK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 
ね、それにちょっとなんていうの、絶対サードアウトになると思ったんで、こんなボール球打っちゃったんですけど、思わず。いや、よかった、ラッキーでした、これでもラッキーなポテンヒットですね。よしよしよし、運も味方につけてね、いいですね。おお、クイックで投げてるな。あー、内野フライ。はい、キャッチ。はい、お疲れ様です。OK、とりあえず打点も入ってね。よし。これサングラスつけてる？これ。つけてないね。なんかあれない、あれか、顔、目の下に黒いのやろうかな。設定で変えようかな。さすがにね、この何もしないとさすがに見にくい。まあ、全くね、関係ないんですけど、プレイする上に当たっては。ただ主人公っていうか、このゲーム内の自分の見た目が変わるだけなんですけど、デイゲームぐらいはね、なんかサングラスつけるのになんかしようかな。おー、高い。早いな、押されてるな、結構。96マイル？あ、94マイルだね。そんな早くねえか。よし、行った。行かないか、行かないの、行け、行った。よっしゃー、オッケー。よし。いや、今結構真ん中目でしたね。いや、よかったよかった。ちゃんと引っ張ったホームランをね、打ってたので。まあ、これが理想なんですけどね、僕のね。結構逆方向のホームランが今まで多かったんですけど。やっぱりホームランしたらね、その、打者の方向にこう引っ張るホームランがやっぱり一番気持ちいいですね。411フィート。はい、オッケー。いいね、もう8本目だよ。ホームランに関しては調子いいですね。いや、いいよ、いいよ。結構でもギリギリだったのかな。でも411だからそんなギリギリでもないですね。結構飛んだね。あ、スクリーンっていうか、あれに当たってるね。いいね。おい、満塁。はい、満塁。チェンジアップか、さっきの。ホームランいっとく？ 3回目の有言実行なるか。ホームラン打ちます。グランドスラム打ちます。やべ。やべ。やべ。オールセーフ。来た。オッケー。よし。まあ、ホームランちょっと有言実行。ならなかったですね。今まで2回やってきて2回とも成功しちゃってるんで、3回目いけるかなと思ったんだけど、さすがにいけないね。まあ、とりあえずヒットになったんで、それは良かったですね。ボテボテのヒットでしたけどね。あー、正面ね。はい、あー、残念。まあいいでしょう、1点決めたんで、ね。さあ4対0か、これは勝てそうだな。いいね、26番。うわー、これ広いな、このスタジアム。これはさすがに追いつかない、さすがに追いつかない、さすがに追いつかない。はいはい、させ。オッケーオッケー、止まる。素晴らしい。オッケーオッケー。あれ、結構前進守備してたんだな今。お、来ました。今日3の3だからね、打つよ。よし。うわー、上げた。打ち上げちった。ポロッと落ちちゃう？うーん、落ちないか。残念。
また君かよ、ピーコック。よし、大丈夫。はい、キャッチ OK。もう回ってこないかな、バッティングは。今何番なんだよ、次何番か分かんないか。おお、どこ。ああ、セカンド。おい、OK、うまいっす。あ、まあ、回ってくるね。よし、次、回ってきます。さあ、5割復帰したね。よっしゃ。ここでもしっかり打つ。はいはいはい。追い風。追い風じゃないな。向かい風か。よし。フォーシームそんな速くない。93枚。俺入んないね。ビビっちゃったか。どうした、真ん中放ってこい。ほんと、よっしゃ、オッケー。ツーベースか。いや無理だね。オッケーオッケー、ストップ。いや行ってもよかったから、間に合った気がするな。まあまあまあ、でもちょっとチキっちゃったけどね。申し訳ない。まあ、しっかりとアウトになるよりは止まっといた方がいいでしょ。よし、今日は成績いいね。審判、腰ずいぶん入ってるね。おー、フォアボール。あれ、あの打ち方誰かに似てんな。誰だ、誰かに似てんだ。メジャーの選手誰だ。おっと、誰だ。どう、ダメ。あ、ファール。うわ、誰だっけな、あれ。すげえ誰かに似てんだよな。マイクトラウトじゃないわ。誰だっけ、あれ。よし、オッケー。行くよね。止まれって言われてた。でも行くよ。これ、間に合うだろ、でも。全然間に合うよ。何止めちゃってんの。はいはいはい。全然間に合うよ。クリス・デイビスか。クリス・デイビスにそっくりなのかもしれない。さっきの人の打ち方。違ったらごめんなさい。なんかそんな気がする。あの、オリオールズね。はい、OK。勝ったかな。イエーイ。あ、やべ、飛ばしちゃった演出。ありがとうございます。いただきました。プレイヤーオブザゲーム。さあ、4の5だよ、今日そういえば。素晴らしいね。1試合目調子いい、絶好調のまま。このまま2試合目も打っていきたいね。いつメジャーが上がれるかね。これ楽しみですよね。とりあえずまずダブル A じゃねえ、トリプル A に上がるところからですから。いや、早くね、もうダブル A 上がって、もう8月ぐらいにはメジャー上がりたいなと。そこも目標だね。8月前までに上がる。それをも目標にやっていきたいと思います。111。下の方から上げていこうかな。OK。ということで、本日の2試合目、いきましょう。ドン。ありがとうございます。4番ね。もう4番定着かな。嬉しいね。シドックスの試合、一戦か。得点も今1ですね、16で。いや、でもこのトリプル A に上がったら、この成績が消えてしまうっていうのは、なんかもう悲しいですけどね、すごいね。まあ、それもいいことなのでね、上がれるということはね。まあ、しっかり上がれるようにアピールね、していきましょう。うわ、早い。これは早いだろ。96。あ、97あるよ。早いね。ちょっとフォーシームは厳しいな。あ、フォーシーム早いんだよ。変化球ちょっと今、5球中4球変化球なんだからさ、1球ぐらい。おお、来たね。いいよ。チェンジアップはちょっと打ちにくいので勝って。うわー、それ入るか、やべ、マイクが。うわー、外国いっぱいいっぱい決まったらいいボールだね。これはピッチャー褒めるしかないな。ああ、
てか待って、俺初めて三振したかもしれないね。お、バコーム。多分初めて三振。いや、2回目かな。いや、悔しいな、今の。振っとけよかったな。あ、間に合う、これは間に合う。サード、サード、いけいけ。もう止まる、止まる、止まる。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。まあ、1点はしょうがない。あれは取れない。はいはいはい。しょうがない。あー、サードタッチアップか。取ったらサード浅めでお願い。うわー、厳しいかな。いける、いけ。お、進まない。素晴らしい。あれ全然届かないよ、サードまで。ちょっとまだ肩の能力が備わってないんだな。さあ、一打席目ちょっとやられましたけど、フォーシーム結構投げてくれなかったですよ。うわ、なんだよ、フォーシームにお前タイミング合わせたら今度はカーブできなって。どうですか、落ちろ、落ちろ。よし、OK、ナイス。いいヒットだ。セカンドはいかない。セカンドはいかない。無理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 。OK、今のは よかった。しっかりと、引っ張りに行かずに流したね。まあ、正直引っ張りに行ったんですけど、引っ張りに行った結果、振り遅れて、いいところに、またいいところに飛んでくれましたね、本当に。よかったよかった。これ走りたいけどフォーシームちょっと速いんで、ね、なかなかちょっと走りづらいな。よっしゃ、 OK、 素晴らしい。サードまで行きますか、行きますか。さあ、やっちまった、無理か。すいません、ちょっと調子が乗ったかな。今いけると思ったんだけどな。やばいな、ちょっとこれをバッティングでしっかりと。まだ投げてるのか、君。抜けろ。うわ、全然抜けない。落とした、落とした。これはエラーかな。お、ヒットになるんだ。ありがたいね。よっしゃ。1個ヒット増えたね。ここ走ります。いけ。今低くなかった。今のボールだろう。今明らか低いよな。ちょっと待って、ちょっと待って、今明らか低くなかったか。どこ見て振ってんすか、あなたは。本当にこれひどすぎないか、これ。ねえ、大丈夫ですか。タイミング外されすぎだろ、これ。振ってたんか。振ってたのも分かんねえぐらい早かったな。いける。はい、OK。すみません、ちょっと、マイクがずれてしまいました。カチャカチャってなったらすみません。下がってんな、内野。おお、来た。はい、大丈夫よ。おお、やっちまった。なんかこれ、難しい。どうしたらいいんだよ。丸の中入ってなかっただけ、それだけ。そうだったらしたら申し訳ないけど、いった。おい、まっすぐ投げろ。今タイミングアウトだろ。ちょっと守備に問題。これ守備の能力上げましょう、しっかりね。これはちょっとエラーが多すぎるな。守備の能力を次上げる。今回、獲得したポイントは全て、守備に振ります。決めました。入ってるね、まだ入ってるよね。OK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 。 恐ろしいな、これ。なんか一回ヒヤッとすんね。さあ、来ました。うわー、チャンスだよ。まだ投げてるよ。抜けろ。あー、マジか。うわー、チャンス潰した。やっちまった。うわ、ノーアウト1、2塁潰しまった。これは俺のせいだな。最後は俺のせいだな。エラーもしたしね。これ先般ですね、これ。やっちまった。申し訳ない。これ2試合目ですよね。次の試合までにね、しっかりと立て直しましょう。あ、で、そう、能力ね。あんまりポイント入ってないかもしれないけど、まあ、とりあえず、振れる分だけは全部、守備に振ります。よし。5割1分7厘ね、OK。52しか入ってないや。これ1個ぐらいしか上がんない。うわ、1個しか上がんねえよ。シビアだな。違う、危ない。フィールディングね。うわ、上がんねえじゃん、50じゃ。え？
結構ポイント使うようになったんだな、これ。?51 ってどこに入ってんの、これ。何に51が入ってんの、これ。あ、これこれ、危ない危ない。あ、全然違う。あ、全然入んねえじゃん。びっくりした。あ、足んないな。これかな。OK。よし。次回はですね、ここの2試合かな。ここの2試合、やっていきたいと思います。4月ももう終わるね。うわー、1日しか休みないじゃん。ハードすぎんじゃないの、ちょっと。メジャーは?メジャー、でもメジャーも2試合か。結構ほんときつきそうだね。はい。ということで皆様今回もご視聴ありがとうございました。ツイッターの URL 概要欄に貼ってあります。ぜひ URL をタップしてフォローしてみてください。ということで、次回の、MLB ジャ超セブンティーンの実況でお会いいたしましょう。さよなら。